ありがとうございます。あ、取らせてください。はい。はい、あの今日限定で一応まだ1ヶ月なんで、はい、早いですよね。だいぶ早いです、ね、自分自身でインスタグラムでも産後ゆっくり休んでくださいって投げかけたばっかりなのに、自分がこんな動いてお仕事してて本当に申し訳ないなと思うんですけど、今日はでもいただいたお仕事ということで1日限定でとりあえず復帰させていただきました。なんかそれこそ本当に一人目もそうでしたけど、自分で選べるお仕事じゃないじゃないですか。だから本当にいただけるものをいただいていきたいというか、体調見つつ復帰もうしちゃってるんですけどね。はい、徐々にこうペースを作っていけたらなと思います。仕事って言われました。そりゃそうですよね、はい、外に出てるのって言われましたけど、今日は仕事ですって言って、時間もちゃんと伝えてあるんで大丈夫です。こう目に映る光景が違うというか、やっぱり私から見ると一人のショットで撮ってたものがツーショットになってたりとか、一人寝かしつけてたものがこっち寝かしつけてこっち寝かしつけてっていう状況になったりとかっていうのは、やっぱり全然、ね、人数が増えると違うもんだなと思いますけど、それが逆に、あ、自分の人生で4人家族の景色を今見れてるんだって思うと幸せだったりして嬉しいですけどね。なんか母性が溢れすぎてなんかもう近づきすぎる、こう愛情のアピールの仕方が限度を知らないので、なんか生後翌日に、生まれた翌日の朝にパッて見たら同室で寝泊まりしてたんですけど、自分が食べてた筋子のおにぎりを食べさせて朝5時ぐらいに目覚めたらそんなことしてて、ちょっとびっくりしながら、お腹空いてるんだってって言ってたんで、やっぱりしてあげたい気持ちなんでしょうね。いや多分ならなそうなこう性格と体格をしてますね。ぶっちりしてるねっていういいももしてるねっていう感じで生きてらっしゃるので、まあ、自由にさせたいと思います。親子撮影とかねもうプライベートで楽しめればいいかな。あとは今 SNS とかで出させてもらったりとかもしてるんで、もう自己満足で十分です。